はい、オリオンです。今回の雑学はこちら。早食いをしていると太ってしまうと。人間の脳の中の満腹中枢が刺激されるのは、食べ物を食べ始めてから20分から30分くらい経過してから。早食いして食事を終えてしまうと、満腹になるまで食べても脳の満腹中枢に刺激が届かないために、食べ足りなさを感じてしまい、まだ食べられるという気持ちになる。そのため余計に食べ物を食べてしまうということです。その結果、デザートやお菓子が欲しくなったりして、必要以上にたくさん食べる状況になってしまうと。はい、ということです。